こんにちは、たびたびすいません、ちょっとくどいんですけど、ちょっと一個ぶっ込んでいいですか。いやー、やっぱり見てて、あの金的がなかったらどうなってたかなと。結果はね、やっぱ同じかなとかっていうのも思ったし、だけどやっぱりね、レオナー選手のパンチもすごいキレキレで、当たったら分かんないようなタイミングだったし、で実際タケル選手がね、レオナー選手のパンチでこうなってた部分もね、こうなってはないけどちょっと下がったような部分もあったっていうところで、どうなってたかなと。で今ね、秘書団のコメントをいただいても、金的なかったらレオナー選手勝ってたよっていうね、声も実際にあるっていうところで、ちょっと皆さんどう思いますかね。ちょっとコメントの方よろしくお願いします。はい、まあ俺は、まあ終わってからね、こうごちゃごちゃ言ってももうね、どうしようもないですけど、本当にあの金的で流れが変わったと思うんですよね。本当にこればっかりはね、もうちょっとどうしようもないですけど、あの金的がなかったらどうなってたかなっていうのをね、ちょっと皆さんどう思ってるのかっていうのをね、ぜひ聞いてみたいんで、ぜひコメント欄の方よろしくお願いします。